試合に先立ちましてチャンピオンベルトの返還を行います。さあ1年を経て再びこの戦いがベルトをかけて行われます。マサトさん、一番注目に挙げていた一戦ですね。はい、いやこの試合は楽しみですね。本当にね、1年前ウザがねローキックカーフキックで朝日さんの足をね破壊しましたからね。まあ、旭さんからしたら連勝街道まっすぐな中、ね、うん、負けて1年ぶりの試合ですからね。1年というかそれ以来の試合ですからね。ただいま K1 ワールドグランプリライト級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者170センチ62.4キログラム日本K1 ジム相模大野クレスト、ヨンザー UK。 王者を返り討ちにして黙らせる、そしてベルトを待つヨザ勇気。赤コーナー174センチ62.3キログラム日本朝日さん登場、 K1 ワールドグランプリライト級王者朝日さん太陽。絶頂から奈落の底へ落とされた王者、初防衛戦にして復讐の戦いです。朝日さん太陽、ゆうちゃみさん、すごい空気ですね。はい、そうですね、もう会場がピリついてるというか。さあ目線を発さない、火花が散っています。佐藤義郎さん、はい、本当に楽しみですね。前回戦ってるだけに。そうですね、もうなんか決闘のような雰囲気ですよね。そうですね、これ空手出身同士ですもんね。そうなんです、ね、ロードン。さあ第1ラウンドいきなり仕掛けてくるのはチャンピオン赤いグローブの朝日さん太陽です。しかし1年前勝っているのは挑戦者の方です。ちょっと朝日さん力んでますね。まあ試合も1年ぶりですからね。そうですね、こう足首の靭帯を切ったという怪我があったんですね、あの戦いで。まあ、怪我させたのがある意味良さです。これは朝日さんはローキック対決に持ってきたんですかね。とはいえ佐藤さん、あの下段蹴り強いのが良さでしたもんね、前回も。そうなんですよね、もう両足効いてましたからね。足をシャッフルさせます。ああ、でもこれ朝日さんは本当にいろいろ考えてきたんでしょうね、対策を。そうですね、入れ替わります。こう朝日さんがよく動きます、サークリングします。逆にどっしり構えて銃を取っているのがヨザ、青いグローブ。あー、しっかりカットしてますね今回。あー、来たヨザキックか。おー、ちょっと足すくっていきますね。ロードンガードしてます。佐藤さん、どう映りますか。そうですね、今開始早々は朝日さん肩さん見えたんですけど、少しずつほぐれてきて、ようやく本来のいいアウトボクシングができ始めてきてますね。右のボディフックジャブ出します。ヨザはまだ様子見てますからね。そうですね、今度は関節蹴りも出してきました、黒いトランクスのチャンピオン。とにかく朝日さんはローキックをもらわないようにもらわないようにという戦い方しますよね。そうですね、カーフキック、さらにカーフの軌道から奥の足の内側をこう蹴り込むヨザキックと言われる、その蹴りも炸裂しました前回。オランダに修行してヨザキック出したらもうそれは危険すぎるから禁止練習ではって言われたみたいですね。右のフック、ボディフックダブルです。左うわ強いローキック、朝日さん左フック。あ、でもヨザのパンチ早いね、早い。ヨザ蹴らないですね今回。多分、ね、ひょっとしたら朝日さんが動いてるんで、ああ蹴れないんだ、はい、蹴らせないんだ朝日さんが、うん、蹴らせないように動いてるってことも可能性ありますか。ここまではうまくヒットアンドウェイできてますね。でもヨザが今受けて返してやるようになってきましたね。ロキックパンチコンビネーションパンチ追ってくる、青いグローブがヨザ勇気。リードのジャブ一つ入りました。今のサークリングうまいですね。うまく入れ替わりましたね。残りが10秒切ります。第1ラウンドです。
リミット 62.5kg K1 ライト級のタイトルマッチです。高いグローブの朝日さんは初防衛戦、やっぱりあのミドル蹴った後に返されるとこう堅実になってきますよね、うん、さっきのジョムトーンじゃないですけ ど、 なるほど。ただあの朝日さんもしっかりとカットするようにしてますね。そうですね、関根さんいかがですか。いや朝日さんがこんなステップアーク早く動き回るのちょっと初めて見ましたね。対策練ってきましたね。ゆうちゃみさん、はい、ずっとこの与座のことを考えてた1年なんでしょうね、きっと。いや本当長かったでしょうね、うん、でも与座キックも怖いけど朝日さん選手のハイキック今日見れるか楽しみですね。なるほど、はい、前回は確かカーフを蹴られてましたよね。カーフ蹴ってましたね。今回はまだカーフをあんまり出してないですね、与座は、うん、それ対策で動いてるってこともある、ね、まあ、それもあると思いますが蹴りにくいでしょうね、きっと、うん、ハーフキックってあの普通のローキックより射程が短いんで、あのスッと下がられるともう全く当たらないですからね、で、ヨザキックっていうのはそのカーフかなと思うと同じ軌道で奥の方の足の内側を蹴るっていう技ですよね。そうですね、逆関節にも入るときあるんじゃないですかね、ヨザキック。なるほど、すごい危険な技ではあります、うん。さあ第2ラウンド、もう拳合わせようとしません、全くフェイント、もう一気に蹴っていった。本当ですね、もう力入れて行きまくのがチャンピオンの方です、王者の方です。赤いグローブ朝日さん、インロー膝ー右だ、一つ入れた朝日さんこの後勝負いってるんじゃないですか。ヨザも来た、ヨザも、あ、来た、今中速攻バックラスで三日月蹴り、ヨザが前に出ます。あの、朝日さんも前に出さないよりも一生懸命こうエンジン上げてるっていう感じですよね。そうですか、アッパーから行く、与座しっかりガードしてます。関節蹴り、膝、さあまた内股蹴ってきますね。カットしてましたよ朝日さん、お互い蹴り合ってますね、一歩引かないわ。関根さん、空手ですよね、ここはもう気持ちと気持ちをぶつかってる、頭から入っていきます、押し返す与座、こうやっぱあの押す練習もきっと相当してきたんだと思うんですよね。左台入れた、うん、奥足を蹴ります。フックを蹴ります。ロー、与座のロー、膝からインロー、そして左のロー、バックスピンキック、これは入れ替わります。インサイドの蹴りも入ってきましたね、インドを返していきます。このジャブが入ります、ヨザアッパー、ヨザのうまい、ヨザの距離にちょっとなってきましたね。ただもう絶対下がらないっていう作戦で立ててますね、朝日さん。奥足、ちょっと効いたか、嫌がりましたね。さあ左のローキック、内下ろしようなローキック、一瞬下がったかに見えました、チャンピオン。右の今度はハーフか、両足はやはり下から崩しにかかります。ヨザを返すのが朝日さん、もう一つガードしています。残りが1分切った、佐藤さん、ダメージどうですか。ヨザのロー聞き始めてますよ、うん、止まったという声が聞こえます。バランス崩す、右のフック、チャンピオン。渡辺代表からの指示が飛びます。お前チャンピオンなんだろう、指示を飛ばします。与座陣営です、まあ、その中ではノイリー選手の顔もあります。右を一つ出しました。その渡辺代表には、僕が次チャンピオン取りますから、そんな言葉も残したそうです。うわーすごい、でも今いいカットしましたよ、うん、まあ、でも本当に前回と同じような展開になってきましたね。1ラウンド足使ってましたけど、右から右のローストレートでつなげた与座、左フック、この、ね、パンチの打ち合い、回転は与座の方が小さい感じですよね。与座は表情を変えずに戻ってきました。ノイリー選手がセコンドについています。まあ、ノイリー選手も先ほど会場が凍りつくようなノックアウトを見せました。今僕手にめちゃくちゃ汗握ってて、体がなんかこわばってるんですよね。あ、そうですか。筋なんかもう握っちゃいますね、うん、関根さんも血統のね感じに、いやもう気迫がもうすごいですね。ですね、ゆうちゃみさんどうですか。いやもう私も緊張で汗めちゃくちゃ握ってるんですけど、
与座選手のパンチすごい朝日選手に当たるんで、そうですね、朝日選手どういう対策出てくるのかな、第3ラウンドって感じですね。こちらノエリがつくセコンド、まあ、対する朝日道場一族です。淳館長、そして兄の弘隆の顔もあります。チーム戦の様相も呈しています。さあ正人さん、いよいよ、いいですね、ルーティーファイナルローデン。さあリングの上ではもう言い訳は聞きません。どっちが強いかそれだけです。左ボディ、左フック、朝日さんも勝負出たな、左フック、ヨザ対してロー、ロー2つ、ボディはチャンピオン。やっぱこうね、押し合うとね、ヨザのねパワー強いんですよね。そうですね、前蹴り出してきます、ヨザ左フック、空を切る、インド、インサイドいいと思うけどな、うん、2つ、左フックから右のストレートにつなげたヨザ、インド、ロー返す、2つ、やっぱり下から崩す、ちょっと効いてるかな、ちょっと苦しくなってきましたね、足を踏み替えながら前に出てきます。王者朝日太陽、赤いグローブ、初の防衛戦です。それがリベンジマッチでもあります。こちら王者、そしてチャレンジャーが青いグローブ、しかし青いグローブのチャレンジャーが返り討ちを狙います。連勝を狙います。左ミドル、中速立ってたかどうか、右アッパーつなげた、期待を付け合わせながら前に出ていきます。左フック、その間に下段の蹴り、膝空を切る、足をすくってきます。落ち着いています。ヨザいろいろ出してくる、角付け合わせながら、まあ、極真の試合のように頭を付け合わせながら下段の蹴り、左顔面ストレート、そしてパンチ流れてますね。そうですね、こういう戦い方になると体の強さが戻ってきますからね。あー、バックスピン決まった、左フック空を切ります。王者最後フック、ボディから顔面につなげてきた、そして左下段の蹴り、入れ替わる、もう渡辺代表は取ってこい勇気、それですね、鼻血が出てきました。王者朝日さん、左の下段、今度は右の下段返したのがチャレンジャー、ちょっとねパンチに、ね、力が入ってこなくなってますよね、朝日さん、ね、ですか、うわーすごい、無慈悲、どんどん下段出していきます。胴回し回転蹴り、うわすげーです。さあ残り時間が35秒、最終第3ラウンドです。チャンピオン絶対絶命か、左の下段の蹴り、左右の蹴り、足が流れる王者、すごい圧力、前に出るチャレンジャー、すごい圧力、左フック顔面捉えた、チャンピオンも返す、結構いいパンチ入ってますけどね。左右の下段蹴り、王者らしい、無慈悲なり下段、下段下段下段の鬼、下段が右のピザ、左ハイキック、鼻先をかすめた、残り時間がない、終わった判定です。ライト級タイトルマッチ、こちらが王者朝日太陽、初防衛戦、こちらがチャレンジャー与座祐希。佐藤義弘さん、どうでしょうか。これもう絶対にお互いに負けたくないっていうのがもうすっごい伝わってきて、もう感動しましたね。関根勤さん、どうですか。いや本当に魂と魂のぶつかり合いですね。これはジャッジは困りますね。判定結果をお知らせいたします。さあ本戦で決まるか。ジャッジ西村30対29、あの与座、一人目は挑戦者与座。ジャッジ豊永30対29、あの与座来た、この瞬間に新チャンピオン誕生。判定3対0、フルマークイラリバスディシジョンでこの殺伐の戦いを制したのは与座祐希、王者朝日さんを下し新チャンピオンとなりました。第6代王者です。何を語るか2人、ノーサイドはないのか。さあ
正人さん、はい、どうでしょうか。いや本当にね、もう魂と魂のぶつかり合いでした ね、 ね、まあ本当に与座選手ね、強いですね。本当になんかこう腰の重さというか、なんかこう体の強さを感じますよね。でもそのローキック何発も何発も蹴られても普通だったら倒れてると思うんですよね。やっぱり朝日さんもね、このタイトルマッチにかける1年間ね、この戦いにかけてきた気持ちがね、本当に見えましたよね。前チャンピオンは早くもリングを後にしています。佐藤義弘さん、どう映ったでしょう。この与座のファイトスタイルっていうのはこのものすごく武骨な感じなんですけど、この外から見てるよりも多分やってる本人は相当ハードだと思うんですよね。いやすごい、気持ちが ものすごく見えた試合でした。でもこれはチャンピオンも絶対負けたくないって気持ちが見られて、ね、まあ、本当にいいタイトルマッチでしたね。いや関根さん、こう空手対決楽しみにしてらっしゃいましたが、いやまた前回と似たような、ね、展開になってね、すごい戦いでしたね。いや、まあ、こんなすごい戦いならまた見たいですよね。そうですね。与座竜輝選手となりました。さあ新王者の名前が今会場にコールされました。その名は与座竜輝です。第6代 K1 ライト級チャンピオンです。表彰式を行います。王者与座竜輝選手には、ああゆうちゃみさん、やっぱり涙なんですね、はい、ね、男泣きいいですね。こっちもほんまに釣られる、はい、まあ与座選手にも多分プレッシャーはあったでしょうね。でしょうね、ノンタイトルとは違うから、うん、だからやっぱりホッとしてるんじゃないですか今ですね。佐藤義弘さん、でもクラッシュに上がってから、そして K-1 にやってきて、はい、すごい超新星ですよね、ここまでの戦いもですけど、はい、僕は運よく彼のデビュー戦を生で見られて、まあ、ちょっと物が違うなと思ってたんですよ。もうこのまま、なんだろう、世界の強豪もまだいますんで、海外の強豪選手の試合もぜひ見てみたいですね。ネタイの選手とかどうやって戦うかと期待は高まりますよ。プレゼンターは株式会社ランドハウジング代表取締役五十嵐幸久様です。まさとさん、はい、朝日さん、太陽があの勢いでベルトを取って、うん、そのまま突っ走るのかと思いましたもんね。思いましたけどね、やっぱね、与座強いですね。強いですね。まだまだそこが見えてないんでね、そう、楽しみですよね、どこまで行くのか、うん、今25歳です。これが16戦目。五十嵐様、ありがとうございました。まあ、貪欲でいろいろなこう出稽古もする選手ですね。オランダマイクスジムに、でニッキー・ホルスケの元でもトレーニング積んだそうです。3週間コメントを頂戴いたします。ありがとうございました。本当に今日までいろいろあって、本当にいろいろたくさん遠回りしてきて、格闘技をやめようかなとかちょっと思った時もあったんですけど、諦めずにひたすら、続けてきてよかったなと思います。ちょっと今日の動きじゃこうでかいことあんまり言えないんですけど、やっぱりチャンピオンだから言えることってあると思ってて、今日チャンピオンになったんで、このチャンピオンベルトにふさわしい選手になって、実力で今後の K-1 を引っ張っていけるようなチャンピオンになりたいと思ってます。で、最後にちょっと話が変わるんですけど、自分弟がいて、弟ももう一回ちょっと K-1 ファイターを目指して今頑張ってるんですけど、明日弟の誕生日なんで、ちょっと拍手でお祝いしてもらえたら嬉しいです。自分が慣れたんで、弟どこにいるか分かんないですけど、
弟も絶対チャンピオンになれるから頑張ろう。ごめんなさい、脱線してしまったんですけど、もっともっと強くなっていくんで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。新登場、横浜そして皆様、ゆうちゃみさん、はい、どうでした？いや、弟も K-1 選手になるということで兄弟でチャンピオンになってほしいですね。そうですね、はい、兄弟で強い K-1 ファイターもいますもんね。さあ今サインしてくれてますが、このサインアクリルプレートはスペシャルオークションに出品いたします。ぜひ皆様スペシャルオークションご参加ください、ご覧に今ご紹介してますね、 K-1 オークションと、検索していただければ見られると思います。関根さん、でも本当に支えているのは家族だったり、あと、チームの仲間なんですね。そうですね、もうセコンドにねノイリ選手がいましたからね、はい、やっぱり普段もスパーリングやってるんでしょうね。今ノイリ選手が、あ、僕の名前言われたって振り向いてますよだからやっぱり練習仲間がやっぱり充実してるんじゃないですかね。うん、そうでしょうね、あのね、あの佐藤さん、まあ、もともと別のジムにいて2021年にこうクレストに一員になったんですもんね。そうですね、あのノイリ選手もいつも言ってますけど、クレストはなんか家族のような、うん、あのチームだというふうに出たんで、あの特にこのヨザノイリのこの師弟関係っていうんですか、この、はい、なんていうんだろうな、なんかこう兄弟みたいな、兄弟みたいな関係性ですよね。いいですよね。そうか、師匠は渡辺さんになるわけですもんね、はい。でまたこのヨザの技術をまたノイリが吸収して、ね、お互い相乗効果がありますよね。あの隣にいるあの背の高い渡辺代表がこうヨザは泣かせるんですよって言ってましたもんね。いや次僕がチャンピオンになってきベルト持ってきますからって。マトさんどうですか、改めて今後っていうところで。いや今後ね本当に楽しい、いや本当に強いですからね、まだまだそこが見えないんでね、本当にちょっといろいろ知りたくなったなと思って、ね、いや一度格闘技をやめようと思ったとか、そうですね、ちょっといろいろ聞きたいなっていうね。マサトチャンネルぜひゲストで、ぜひぜひこの後インタビューしさせてくれるかな。そうですよね、さあ新チャンピオンが誕生しました。このベルトがヨザ勇気の腰に巻かれました。まあなんといっても19歳で極真会館の世界ウエイト制大会を制している選手でもあります。関根さん、本当にその才能が埋もれなくてよかったですね。そうですね、でも19であの世界大会勝ったってことは、技術もすごいんだと思うんですけども、体が強いと思うんですよね。確かにね、この強い、やっぱりこのキックに入ってきてもその体の強さを生かしてますよね、そうですね。これ戦術も含めて正人さんが今日は下がらないってことを徹底してるねって言ってましたもんね。そうですね、あとはまあ体も頑丈ですよね。そうですよね、さあ K-1 ライト級新チャンピオンヨザ勇気がその花道を今度は逆に帰っていきます。堂々の凱旋、このままドレッシングルーム控室に戻ることになります。 K-1 年間最大の戦い2023年の第1弾がこのケースフェスタ6。さあいよいよこの後21試合目、この戦いがメインになります。スーパーライト級タイトルマッチ、王者大和哲也、挑戦者林健太、左で王者が倒すか、右で挑戦者がベルトを巻くか、いよいよファイナルマッチです。